皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2016年の7月の7日ですね。七夕ですかね。時間がまたしても遅れまして、午後8時18分ということで、申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、日本で市民革命が成功した近未来社会をみんなで想像してみようと、こういうナンバーワンですね。あまりにもなんか悲劇的なことが連続して起こってますけど、それをの根源である元凶である国際金融マフィア、国際金融権力を打倒するという市民革命が、まあ、世界各国で起こると、そして日本でも起こると、で市民革命政権が樹立されるという前提で、どういう社会になるのかということを我々は想像力をですね発揮して、想像してみようということなんですね。で単なるこれは想像で終わるんじゃなくて、実際に実現する、できるだけ早い時期に、できるだけ犠牲者を出さないうちにですね、市民革命勢力が政治の中心部隊として登場して、そして、一番の元凶である諸悪の根源である国民を支配し搾取する、まあ、世界的な基本的な構造ですよね。国際金融マフィア、国際金融権力の持つ3つの信用創造特権を廃止するということになると、例えば日本では一体どういうことが起きるのかということを想像しましょうというのが今日のメインテーマですね。シカゴさん、コンティニューコインありがとうございます。コインをお願いします。はい、それとシュウさん、今日のメインテーマをリツイートしてくれましたね。からシュウさんがお茶ですね。石森さんお茶、配信ありがとうございますと、シュウさんがお茶2杯目ですね。天国からさんが拍手ですね。シュウさんがお茶が3杯目と、から天国からさん、こんばんは、今夜もよろしくお願いしますということで、私の今日のメインテーマですね。日本で市民革命が成功した近未来社会はをみんなで想像してみようということで、ナンバー1ですね。それから今日日本語ブログ記事、国際金融権力の解体こそが貧困と格差社会、戦争とテロ、核兵器と戦争兵器を根絶できる唯一の解決方法だということで、昨日のフランス語放送の中でのメインテーマを日本語の部分だけをブログ記事にまとめたやつですね。からその下が昨日のフランス語放送のフランス語のテキストをまとめたものと、まあ、それとそうですね、緊急世論調査っていうのを、まあ、毎週日曜日、始めてんですけど、今週の日曜日はちょうど7月の10日で、参議院選挙の投開票日ということで、この参議院選挙の結果っていうのはおそらく戦後70年の戦後の日本において最も大事な選挙になるだろうということで、皆さんにですね、第18回目として、まあ、テーマはですね、まあ、大手マスコミがこぞって、世論誘導の報道している自公政権プラスアルファ、アルファっていうのが3つあって、1つは大阪維新の会から、2つ目が、新党改革というわけのわかんない、極小政党ですね。それから3つ目、これもわけのわかんない、日本の美しい心を大切にする党という、この3つのプラスアルファで、3分の2以上の議席を取ると思いますかと、これが1ですね。で2番目が3分の2の議席は取らないと、取れないということをちょっと皆さんに
世論調査でお聞きしたいということなんですね。衆参、先ほど緊急世論調査投票しましたが、今のメディアの言うことが鵜呑みにしがたいことから希望で投票しましたという。2位の方ですね。から、吉行さん、お茶ですね。配信ありがとうございます。よろしくお願いします。とそれから、吉行さん、今日のメインテーマですね。はい。吉川子さん、今日のメインテーマ、放送中と。から、砂月さん、コンティニューコインが2枚ですね。から、今日のメインテーマですね。日本で市民革命が成功した近未来社会をみんなで想像してみようと。ただいま、配信中というですね。から、シューさんですね。今日のメインテーマですね。ということです。ということで、最初は、支援組織見る千の会ということで、山崎康彦と愉快で情報通な仲間たちのご案内ということで、これは毎回ですね、アップさせていただいているので、2つに分けてアップします。これですね。全般、三宅洋平リボン、アプリ導入ありがとうございますと、皆様もどうぞということですね。リボンですね。それから2つ目、この世の中から貧困と格差社会、テロと戦争、核兵器と戦争兵器を本当になくすために1000名の支援者を募集しますという見るの会の後半の呼びかけですね。ここが肝なんですよね。ということです。そして今日始めました緊急世論調査第18回目、これをですね、また2つか3つに分けて、アップします。18回目ですね。はい、でここをクリックすると直接ツイッターのですね、世論調査にクリックすれば意見表明できるようになってますので、これは便利なんですよね。で、テーマ、7月10日日曜日投開票の参議院選挙では、1自公プラスアルファの改憲勢力が3分の2以上の議席を獲得すると。2、3分の2以上の議席は獲得しないと、こういう1と2ですね。マイナス1。これでいいですね。これがテーマですね。そして回答方法ですね。締め切りは今週の日曜日午前10時半ということです。投開票日ですね。3日間です。マイナス48。これはちょっと的を分けないといけないのかな。マイナス2、マイナス1、これでいいですね。直接このツイッターのサイトにアクセスしていただいてクリックしていただくか、あるいは私宛にメールで回答していただくということですね。そして今日の最新のお知らせで、最初は
財政支援していただきまして誠にありがとうございましたということで、6月の6日 SO 様ですね、それから6月の13日 KM さん、 KM 様から6月の24日 KO 様、6月の16日、TM 様、6月の21日 ST 様、7月の6日 JT 様ということで、皆さんに財政支援していただきまして誠にありがとうございますということです。 K さんですね、コンティニューコインですね。周平さんこんばんは、リツイートですね、今日のメインテーマですね。そして現政権に追従するのとどちらが良いのか想像してみよう。まあそうですね、要するに現政権がいかにしてどれほどひどい政権なのかと、まともな政権と比較しないとなかなか分かんないということになるのかもしれないですね。そして2つ目の今日のお知らせですけど、私は定期購読してるんですけど、この間何回か取り上げたと思うんですけど、フランスのですね非常に優秀な調査専門ネット新聞メディアパールっていうのがあるんですね。で私は今年の1月から定期購読で、年間90ユーロ、まあ、1万円弱、1万円超ですか、安いんですよね。日本のいわゆる大手新聞が毎月3000円とか4000円で年間4万、5万円近いんですよね。で、ろくでもない記事しか出さないんですけど、このメディアパールっていうのは元のル・モンドの有名な記者とか編集者がル・モンド辞めて、いわゆる調査専門のネット新聞を作ろうと、立ち上げようと、そして作った新聞なんですね。で、これまで数々のスクープ記事を発信して、特にサルコジのですねカダフィ大統領から莫大な選挙資金を援助してもらってたという話とか、あるいは世界最大の化粧品会社オレリアだったな、それのいわゆる大株主の相続人の女性ですね、もう80いくつの女性から同じようにサルコジがですね、莫大な選挙資金を裏金でも受け取ってたことで、ローレアとかですね、もう数々のスクープ記事を連発しているという、だから政府から睨まれてて、この前なんか税務署の会計検査で罰金を課せられたとかなんか言ってますけど、でここにですね、私知らなかったんですけど、定期購読者に向けてブログ記事を投稿できるようになってるんですね。それで昨日から、今日は一つ投稿したんですけど、昨日はですね最初に、2つですね。それで一つは実体経済と金融経済の違いとは何かという、フランス語放送の中で取り上げたテーマをフランス語のテキストになってますんで、それをアップしたんですね。そして、今日アップしたのは昨日のフランス語放送のメインテーマですね。国際金融権力の解体こそ世界中から貧困と格差社会、戦争とテロ、核兵器と戦争兵器を根絶できる唯一の解決方法だという記事を今日投稿したんですね。で、問題はですね、一番最初、昨日投稿した2つの記事の1つ、これが記事のタイトル、タルムード、世界革命行動計画、戦争とテロは関係しているのかというあれを出して、最初は問題なかったんですけど、昨日ですね、メディアパールの編集部から、要するに、この記事の、ブログの記事の内容は、反ユダヤ主義だと。人種差別
等々の自分たちのなんか検証があるみたいなんですね。検証に違反しているということで、これは配信できませんと削除されちゃったんですね。ということで、3つのうち、まあ、2つは今見れますけど、URL 一応ご参考のために、アイボニアさんですね、お茶が3杯とコンティニューコインが1枚ですね。ありがとうございます。アイボニアさんはフランスですから、ちょっとこの記事は面白いと思いますね。メディアパールで、見えます、読めますんで、今貼り付けますんでね。そしてメディアパールもやはりユダヤ批判すると、お前は反ユダヤだと、差別主義者だということで削除される、配信できないというふうになったという。ぜひそのことをお仲間に伝えていただきたいと。ということで、以前、そうですね、アブニエさんが言ってましたね、フランスは、あらゆる面で、ユダヤ支配が、完璧化されてるんで、ユダヤを批判することはタブーだと、いうふうにおっしゃってましたけど、これはちょっとあれですね、72。あ、これでマイナス2になった。これが一つ目ですね。Quelle est la différence entre l'économie réelle et l'économie financière? 実体経済と金融経済の違いとは何かということですね。これをクリックしていただくと、私の投稿したメディアパールのブログ記事が読めるんですね。あ、土山純さんですね。毎晩、毎日、ありがとうございます。お茶が6杯とコンティニューコインが2枚ですね。それと、もう一つ。昨日のあれですね。フランス語放送のメインテーマでしたね。いわゆる国際金融マフィアを解体すれば、解体こそ世界中から貧困と格差社会、戦争とテロ、核兵器と戦争兵器、を根絶できる唯一の解決方法だと、こういうタイトルなんですね。あれ、あ、そっか、マイナス44と、すごいのか。これはあれですかね。一部削り取って。これですね。で、日本語部分はこれなんですね。これですね。ということです。それでメディアパールが、ユダヤ、反ユダヤ主義だというふうにして、言ったのがこれですね。これですね。タルムード、世界革命行動計画、戦争とテロは関係しているのかというタイトルの記事なんですけど、これが反ユダヤ禁止規定に違反するという理由で削除されている。だからおそらくタルムードをの教えの中で、先民思想とか、終末思想とか、あるいは世界、
統一政府樹立とかですね、その辺のことを取り上げ批判したことが彼らのユダヤ禁止規定に違反したというふうなことなんですかね。タルムードっていうのは知らないんじゃないですか、彼ら。まあよくわかんないですけど。広和、早川さん、本当に怖いですね。ということです。まあでも、できるだけいいメディアですから、できるだけ、フランス語放送のメインテーマを投稿したいと、投稿していきたいということですね。まあ当然ながら、年間の購読者ですから、投稿する権利があるんですよね。邪魔する権利はないということですよね。中大さん、消されたのでもう一度リツイート、日本で市民革命が成功した金、消されたんですか、これ。誰が消すんだろうね。消されてないですよ。こんばんは、中大さん。20時28分。フランスではユダヤ批判するとユダヤロビーによってすぐ裁判に訴えるので、みんな黙っていますよと。へえ、すごいね。ありました、すみませんと。こういうことですね。ですから外国から批判すればいいんじゃないですかね。シューさん、削除されたということは野放しにしておけない、あまり知られてはいけないということでしょうねと。おそらくあれでしょ、メディアパールとしてもこの私のブログをそのまま、掲載し続けるとユダヤロビーからメディアパールが裁判に訴えられるということで、それを回避するために、削除しちゃったんですよね。アイボニアさん、ユダヤ批判するとユダヤロビーによってすぐ裁判に訴えられるので、みんな黙ってます。これ自体が異常じゃないですか。で、今日のキーワードですね、前川レポート、ブログ、隠された真実より天才ということで、今日は前川レポートという、これは前川春夫という日銀総裁だった人が、有名なレポート書いたんですね。1986年4月。これは微妙な時期ですよね。1985年の例の8月15日の JAL 123号機が撃墜されたと。おそらく、翌月、9月のニューヨークの有名なホテルでの、何でしたっけ、いわゆる円安を円高に誘導する会議で、1年後には当時250円だった、1ドル250円だったんですが、それが125円になっちゃった。こういうんですね。1985年の9月ですよ。で、その翌年、1986年4月に、この当時日銀総裁だった前川春夫というのが座長になって、日本の経済構造の歴史的な改革を呼びかけた前川レポート、国際協調のための経済構造調整研究会報告書が中曽根首相へ提出されたということですね。アテネプラザの合意ですね。ニューヨークの高級ホテル。で、それに、時期を合わせて日銀総裁が中心となって前川レポートというのを報告した。
で市場原理中心の構造改革に移行しなければならないという内容のこのレポートは後を行われた小泉構造改革と酷似してると。これはもう完全に、国際金融マフィアの指示に基づいて、彼らに選ばれた工作員ですよね。日銀総裁前川春夫と彼が中心になって日本の構造改革を断行しなくちゃいけないというレポートを1986年でそれを受けて、小泉構造改革が2001年に始まったんですね。周平さん、圧力に屈しないのが真のジャーナリストと、お寿司をおられて土地になるのはご用命じゃということですね。情けないよな、高級寿司ぐらいで、土地になっちゃうんですかね。ということで、この前川レポートは日銀の内部では10年計画と呼ばれていたそうであると、つまり10年かけて日本の構造改革を行っていくという意味であると。そしてこの12月、バブル景気、1986年12月ですね、から1991年2月が発生するということで、もう完全に計画通りということでしょう。から次、今日の一言ですね。これは前取り上げたんですけど、昨日、一昨日でしたっけ。毎日新聞が共同通信の記事を垂れ流したという記事があったんですね。要するに、日本の国会議員の平均年収が2289万円だったという全くの大嘘の報道に対して、私は実際は4000万円と、あるいは立法作業なんか全然しないのになぜか立法作業士事務費かという年間720万円のお金がですね、個人ではなくて会派に支払われるんですね。立法しない国会議員になんで立法事務費というのが必要なのかという素朴な疑問なんですけど、でそれがもしも 全部あるいは一部、各国会議員に払われてたら4400万が全額だと5120万なんですね。ですから、それだけのいわゆる経費の名前を語った給与です。 別給与ですよ。これが日本の国会議員717人一人一人に国民の税金から4400万円ぐらいが渡ってんですよ。2289万円なんていうのは大嘘ですよ。騙されてはいけないですよ。こういうことを昨日、おとといですか、言ったと思うんですけど、それと関連するんですけど、すでに、取り上げましたけど、なぜ平均年収360万円の庶民が年収5000万円プラス官房機密費、年間15億円、プラス自民党政党助成金、170億円の安倍晋三首相を養わなければならないのか。なぜ平均年収360万円の庶民が年収5000万円プラス機密費、最高裁裏金100億円の寺田最高裁長官を養わなければならないのか。なぜ平均年収360万の庶民が年収4600万円のプラス大臣交際費を、大臣を養わなければならないのか。なぜ平均年収360万の庶民が年収4400万円プラス議員特権の国会議員717人を養わなければならないのか。なぜ平均年収360万の庶民が年収3100万円プラス NHK 会長交際費、プラス交際費の NHK 会長を養わなければならないのか。なぜ平均年収360万の庶民が平均年収1790万円の NHK 正規職員を養わなければならないのか。なぜ平均年収360万の庶民が平均年収790万のプラス公務員特権の正規公務員460万人を
養わなければならない。これは今日の一言ですね。権力者たちの系譜、マイカーレポートですね、隠された真実だから、マルコ・ポーロ配管にも関与と、SWC と創価学会、統一教会の密接な関係、日本に圧力をかけるシオニスト組織と、そうなんですね。SWC というアメリカのユダヤ、反ユダヤの動きに対しては直彼らが動いて、潰すと、あるいは裁判にかけるとこういうことでしょうね。今日の一言、これは二つずつアップできますかね。ああ、なんだ。一曲一つ一つか。それから、石田長官、最高裁長官。ああ、河村武雄ね。現代の。2億5000万円を横領して、何のお咎めもないですね。税金、国の、国民の税金を政権交代のどさくさに紛れて、9月3日か4日に、政権を引き渡すという直前に2億5000万円もの官房機密費が残っていた。それを彼はさっさと自分たちの懐に入れてどっかに隠しちゃったという、まさに横領じゃないですか。税金泥棒じゃ、泥棒じゃないですか。それがなんで、何の咎も受けず、未だもって自民党の、今何ですか、選対委員長なんかしてるんですよね。これ田臥ですよ。田臥マフィアですよ。山口県ですよ。大臣だ。4600万プラス。交際費の大臣、それからなぜ平均年収、年収4700万円の議員特権、議員特権、これはすごいですよね。新幹線の愚人車乗り放題から、地方の場合、地元に帰る場合、週4回、JAL とか全日空の飛行機ただで乗れると、それから豪華な議員宿舎、安くて、立地最高。それと議員事務所、高級ホテル並みのロビーがあって、すごいですよね。それと3人の公設秘書、全部でおそらく2500万円ぐらいですね、3人は。公務員ですか、特別公務員。それと、衆議院3人の各委員会の委員長とか理事、筆頭理事になると車がつくと、運転手的に。とんでもないですね。NHK の正規職員の年俸1790万です。表向きは1200万ドルになってますけど、彼らの手厚い、退職金とか、退職金手当の、補充とかですね、年金の補充等々で、いわゆる NHK が補填する福利厚生を全部入れると1790万なんですよ。表向きは1100万とか1200万ですけど、表と裏がですね、で全部合わせると1790万と。だから、これほどひどい NHK が、安倍自公政権の完全なる管理下に置かれてても、内部からは誰も批判しない。なぜかというと、年間1790万円で買収されてるからですよ。から公務員、790万、公務員特権。460万人ですよ。そのために、
国と地方の税金約90兆円の 55% が彼らの世界一の高級な人件費に当てられているということですね。今は35分21秒。閲覧90名様、計188名様、コメント63件ですね。それと今日の座右の銘ですね。これ A の2で、K コンサルタント鈴木啓明さんの言葉ということで、抜粋ですね。これずっと鈴木さんの本を朗読してますけど、彼はなかなかいいこと言ってるんですね。で、金融暴落から戦争に突入する国と日本国ということで、これも朗読してたんですけど、E ピープルさん、こんばんはですね。安倍晋三は日本国民の意思をコケにすると。安倍晋三は歴代内閣の死をコケにすると。安倍晋三は日本国を米国の戦争に参加させると。安倍晋三の本心は日本国を戦争国家に変えることと。安倍晋三は地球支配階級の手のひらの上に存在すると。安倍晋三は甘やかされて育った愚かな甘ちゃん男であると。安倍晋三はムードだけの男、本質のない男、身のない男である。安倍晋三はマスコミが敵に回ることには耐えられないと。安倍晋三は岸信介の孫であることが唯一のプライドだと。安倍晋三はスポイルされた男であると。日本国の収入の7割は役人の給料に消えていくと。これはまあ正確に言うと 55% ですね。 55.5% が役人の給与で、残りの 24% が大手、金融機関に対する借金の元本 分割払いと利払いと、9兆円が利子で民間銀行に行ってるんですね。でそれで彼らは赤字を作り出すと。日本国家はパラサイト役人集団、パラサイト役人政府が支配する。まさにそうです。日本国家に民主主義は存在しない。日本国家は労働奴隷、税金奴隷に過ぎない。日本国民は、労働奴隷、税金奴隷に過ぎない。日本国民はパラサイト役人の国家の中で奴隷生活を強いられている。日本国民は金融暴落と戦争突入という地獄的な世界に叩き込まれる。まさにこの瀬戸際に今来てるんですよね。地獄的世界に叩き込まれるか否かが決まるのが7月10日の参院選の結果ですよ。もしもいわゆる自公プラスアルファに3分の2以上の議席を与えたら、確実に日本国民は金融暴落と戦争突入という地獄的世界に叩き込まれるんですよね。冗談だ。そして、彼の近未来予測。1、近未来世界で世界大恐慌が発生する。近未来世界で第三次世界大戦が勃発する。近未来世界で日本経済は徹底的に破壊される。近未来世界で日本国は第三次世界大戦に参戦する。現代世界情勢の背後には悪魔集団が存在する。悪魔の意味は何かというと、普通の地球人を徹底的に搾取する存在。悪魔の意味、普通の地球人を徹底的に欺瞞する存在、騙すんですね。非常に騙すのが前から、多くの日本国民はまだ騙されて、覚醒されてない。だから悪魔の意味の普通の地球人を徹底的に殺害する存在、殺すんですね。で、鈴木啓子さんの、この本の中で彼が指摘していることですね。この本の中でね。1、東日本巨大地震と原発メルトダウンは米国が仕掛けた攻撃であると。2011年3月11日、日本列島では東日本巨大地震が発生したと。地震と津波で福島第一原発がメルトダウンした。だがこれは米国が仕掛けた暴力だと。に投資。東日本巨大地震は米国の地震兵器による攻撃だと。同年2月22日、東日本巨大地震が発生する直前、米国の格付け会社ムーディーズは日本国債の格付けを引き下げたと。
上から3番目の AA2 に落とした。もともと両者の格付けは4月に実施されるはずだった。なぜ彼らはそれを2月に前倒ししたのか。それは彼らが東日本巨大地震発生、連発メルトダウンを知っていたからだ。2011年2月下旬の時点でムーディーは東日本巨大地震と原発メルトダウンを知っていたということだと。彼らは全員グルになって動いていると。日本国民は彼らの手のひらの上でもてあそばれているだけだと。同時に日本国民が知るべきは右は過去ではないということだと。そのことに意味はわかるだろうと。本書の立場から結論言うならば、現在における安倍政権の動き、安保法制は彼らの手のひらの上でもてあそばされているだけだということだと。さて、当時の日本国は緊急に金、復興資金が必要だった。その金は何としても調達しなければならない。同時に財政赤字を拡大させるべきではないと。それならどうするか。日本国は米国債を売ればいいんだと。当時の情勢は国家の緊急事態であるから当然だと。だが、米国はそうはさせないと。この時は米国企業モルガン・スタンレーのジェームス・キャメロンが登場して次のように談話していた。キャメロン発言。日本銀行や日本の大手保険会社が米国債を売る可能性はないと。なぜ彼にはそのようなことは言えんのかと。彼は1995年に阪神大震災の時も日本国は米国債を売却しなかったと言いつけた。だが本質はそんなことではないと。右のキャメロン発言の根本は日本国は米国債を売るなという恫喝なんだと。安保法、戦争法が成立したと。日本国は悪魔が支配する国家である。話を戻すと、日本国はどう動いたか。もちろん日本国は米国の命令に従ったと。日本国はいかなことがあっても米国債は売れないことになった。日本国は国債購入の名目で米国に流した金は米国に貢いだ金なんだと。それは戻ってこないと、1兆ドル以上ですね。120兆円で、4番目、1997年6月、橋本龍太郎首相は米国債を売りたい欲求に駆られることがあると述べた。これは日本国、日本経済の責任者としては当然の発言だと。というより、米国債などはさっさと売るべきなんだ。だが米国はそんなことは許さない。その後彼はどうなったか。彼は不審な死を遂げていると。2006年7月、彼は殺されたのだ。ということですね。砂津健さん、安倍は名簿の土産に日本人全部連れて行くつもりだ。だから自爆攻撃はもう一人で行けよと。他人に迷惑かけないと。シカゴさん、水晶図書、鈴木慶校長、金融暴落から戦争に突入する日本国という。そうですね。天国カラスさん、爺さんからの悲願達成するバカなことを個人的な妄想で日本国民を巻き添えにするつもりだと。サイコパス。自爆テロだったら一人でやれよということですよね。道連れなんかしに住みやって仲間だけでやれよ。いいピープルさん、お茶どうぞ。お茶ですね。こんばんはということですね。アリービラさん、コンティニコンですね。で、今日の推薦図書ですね、朗読編。今日は第8章、日米安保は日本国を操る暴力、戦後体制の背後には米国理論者が存在すると。で、10番目、岸信介は大日本帝国復活を目指していたと。286ページから287ページですね、朗読。先には戦後のスラム刑務所は米国スパイのリクルート機関であったことを述べたと。1948年、あれ、これ読んだかな、これ読みましたな。失礼しました。違いました。岸信介は大日本帝国が 10番ですね。岸信介は大日本帝国復活を目指していた。前項では岸信介は米国のスパイであると指摘した。だが彼にはさらなる秘密が存在する。彼は別の顔を持っていた。彼は大日本帝国復活を目指していた。1948年、昭和23年12月、スラム刑務所を釈放された岸信介は米国 CIA から多額の資金を提供された。その金で彼は日本国の保守政党をまとめて新党、自民党を立ち上げた。そして彼は内閣総理大臣に就任した。1957年2月。だが彼の行動と発言は米国の期待とは少し異なったものだった。彼は
対米自立を模索していた。首相就任2ヶ月後、岸は安保条約、行政協定は全面的に改定すべき時代に来ていると発言したと。ダグラス・マッカーサー2世駐日大使と会談した際には、駐留米軍の最大限の撤退を求めたと。日本国民はあまり知らないかもしれないが、安保条約は上辺だけの条約で、本当の日米関係、米国の日本国支配体制は行政協定で決まることになっている。しかしこれが東条ではなく、条約ではなく、協定なので、議会の承認は必要ないと。本当は行政協定が癌なのだと。日米関係、日本国支配体制を本当にどうにかするためには、行政協定に手をつけなければダメだと。岸信介は日米安保改定の向こうに行政協定、改定を見据えていたと。岸信介は CIA から資金援助を受けながら、CIA のスパイとして振る舞いつつ、実際はその資金で党内強化を図り、対米自立路線を実現しようとしていたんだ。岸信介のこの面を見て、知識人の中には、岸を高く評価する人々も存在する。だが本省では彼らの岸評価には苦にしない。なぜなら、ここは明確に述べている。岸信介の秘密、彼は大日本帝国復活を目指している。岸信介の対米自立路線、その裏には、奥には、大日本帝国復活が存在した。つまり彼は戦前を取り戻そうとしていたのだ。だが戦前の日本国とは地獄の国家だったんだ。こういうことですね。で、明日、11章、岸信介が安保統制闘争に仕掛けられた理由と。安保闘争を仕掛けられた理由ということですね。結局そうなんです。彼は満州国の実質的な首相として、満州国を日本国の中心に据えて、大日本帝国を満州国中心にやろうというふうに考えて、米国支配層の怒り、激任に触れて、日米戦争になったんだというのが、この主張ですよね。でしょうね。だから岸信介が満州で何をやったかということが一切秘密にされてて、本もほとんどないんですよね。彼は相当悪いことしてるんですよね。麻薬、満州国のいわゆる発展の基礎は麻薬取引、麻薬生産と麻薬取引による収入利益だったんですね。そのことに関してほとんど誰も触れてないと。だからいわゆる満州国、帝国、満州帝国通信社の、三浦はじめでした、初代社長で、それが中国の麻薬王と言われたんですね。それと岸っていうのは完全に共同関係なんだということで、岸が唯一、信頼していたのは彼だと、三浦はじめだと。そして三浦はじめが戦後死んだ時に、彼は彼の墓の記号に自らの、筆で、なんか追悼の字を書いた。国会売店でムヒカの爪の赤という比較商品を売ったら、議員さんたちは誰も買わないかなという周平さん、YYC さん、コレスポンダンス、お茶ですね。はい。それで今日のメインテーマですね、朗読、日本人だけが知らないこの国の重大真実と、8章、岸信介が大日本帝国復活を目指していると、シカゴさんですね。で、今日のメインテーマ、日本で市民革命が成功した近未来社会をみんなで想像してみよう。これはナンバー1ですね。里見だ、見えちゃいます。失礼しました。里見、はじめか。三浦はじめじゃない。里見はじめですね。岸信介の、湯垣美香の手の上で踊らさなくてもいいと、目的、不具形。うん、でも彼は
いわゆる、まあ、その先ほど朗読した中で戦前から満州帝国を日本国復活大日本帝国の中心に据えるという野望を持ってたということでしょうね。だからそのためには誰とでも手を結ぶというスタンスだったんじゃないですか。その中に、まあ、ユダキもあったということになりますかね。で、今日のメインテーマです。もし日本で市民革命政権が誕生して国際金融支配権力が独占する3つの信用創造特権が廃止できれば、日本はどのような社会なのか、みんなで想像してみようと。で、3つの信用創造特権とは何かというと、1、中央銀行が独占している貨幣発行権。2、民間銀行の無からお金を生み出す詐欺システム、準備預金制度。3、政府の国債発行権。この3つを、我々の市民革命が成功して、市民革命政権を自立できるとしたら、この3つの、いわゆる国際金融支配権力が、権力支配の、金融権力支配の要とする、この3つの信用創造特権を、まず最初に廃止するんだと、取り上げるんだと、というふうに、まあ、ずっと言ってたんですよね。で、一番大きい、要するにどういう社会になるかと、一番大きい変化というのは、衛生的で、文化的な最低限の生活を国民すべてに保障する生活最低保障給付金ベーシックインカム制度と、子どもの貧困をなくすためにすべての18歳未満の未成年に、給付する未成年給付金制度を本当に実施できるんだと。この2つの制度は3つの信用創造特権の廃止がなければ絶対に実現できないんだと。なぜならば国際金融支配権力が独占する3つの信用創造特権によって、国際金融権力と一体となった日本の金融権力らは、日本の支配階級は一般国民から合法的に富を奪って自分たちの懐に入れているから、2つの制度を可能にする約年間200兆円もの原資が生まれてこないんだと。で、市民革命による市民革命政権が樹立できれば、市民革命政権は全ての国民に対して最低限の衛生的で文化的な生活を保障するために月20万、年240万円の生活最低保障給付金、ベーシックインカムを支払うことは本当に実現できないと。すなわち年間収入が240万に満たない全ての国民に対して240万との差額を支払うことができるということですね。で、もう一つ大きい変化は、子どもの貧困を本当になくすために全ての18歳未満の未成年に対して毎月5万円、年間60万円を未成年給付金として支払うことができるということなんですね。で、市民革命政府が日本国民全てに対してこの生活最低保障給付金ベーシックインカムの支払い、全ての18歳未満の未成年に対して未成年給付金を支払えば、日本から貧困と格差社会を本当になくせんだと。ですね、で、次に大きい変化は、日銀が 100% 国有化され、すべての権限を国会に移管されることで、今まで日銀が独占してた信用創造特権によって、1、金利、2、信用創造額が決定され、日本の景気を操作して、好景気もバブルの発生もバブルの崩壊もデフレ不況の長期化も自由にできたのが一切できなくなることだと。すなわち、今まで自然現象のように偽装され、実は日銀の金利とマネーサプライの額によって人工的に起こされてきた景気循環が一切なくなる。フラットで安定した経済成長が可能となる。さらに日銀の 100% 国有化と国民化によって民間銀行は不必要となる。金利も廃止される。すなわち、すべての金融サービスは民間銀行ではなく日銀が無利子で、安い手数料で個人と企業と地方自治体と政府に直接行うことで経済は格段に活性化するんだということなんですね。だからいいことづくめなんですよ、これ。ということです。これ続きですからね。まあ、いろんな面で、想像していくということですよね。アヘン王一代、中国アヘンの、アヘン市場の帝王、里見はじめの商売、
志賀、志賀、なんだ、元志、元志、著。これですね、日本陸軍の特命帯裏工作に本命し、アヘン王と呼ばれると。これが戦後、電通の初代 社長になってたらとんでもないながら。電通っていうのはもう民間に、民間の、マーケット、広告会社の、を偽装した日本の CIA でしょ。戦前がまさにそうですけどね。CIA スパイ、岸信介を首相したのが麻薬の帝王、里見はじめと。里見が経営するアヘン密売会社、昭和通商の資金が戦前の満州国建設資金と戦後自民党資金やという、そうでしょうね。ということです。今日のメインテーマは。そういうことで、ですから、今はまあかなり絶望的な状況ですけど、この絶望的な様々な悲劇を引き起こしている、元凶である国際金融マフィアの金融支配の要である3つの信用創造特権を市民革命によって、市民革命政権を自立して、直ちに廃止するということになれば、劇的にこの日本をはじめとする全世界で、市民革命政権が樹立できて、各国で、3つの信用創造特権をすぐさま廃止するという革命を起こせばですね、全世界で、まあ、私の言ってる貧困と格差社会、戦争とテロ、そして核兵器と戦争兵器が本当になくせんだとこういうことなんですね。57分3秒ですね。閲覧102名様、計274名様、コメント79件ですね。里見はじめでしたね。三浦はじめじゃない。から今日のトピックス、東京選挙区に異変と、与党が恐れる穴馬、三宅洋平氏の罰、爆発力という、これ日韓連帯な。だから最新情勢で、あと何あと何日ですか、木、金、土、日、4日ですけど、これ逆転できるんですね。我々が頑張れば。だから、自民党、公明党、プラスアルファで3分の2がもう到達したというのは、古いんですね。現在は、いろんなところで競ってるという状態ですね。競り勝てるということですよね。今日のトピックス、日韓現在。セットの風さん、お茶ですね。ありがとう。これいきますね。はい。日韓現在です。それと2つ目、邦人7人犠牲、バングラテロ、動機は日本の最高裁判決なのかと、日韓現代なのか、これを知らなかったですね。最高裁がとんでもない判決出してたんですね。これですね。要するに、日本人7人が犠牲になったバングラデシュのテロ事件、7月1日、事件後、武装勢力イスラム国は十字軍の国民を狙ったと犯行声明を出していると。で、日本人を殺害する動機になったのか、英語版アルジャジーラ、6月29日と AGC、インディペンデント、6月20日付が報じたテロ直前の記事に注目が集まっていると。なぜか1ヶ月遅れだが、日本の最高裁が5月31日に下した判決について詳細に報じている。アルジャジーラが報じた最高裁判決は、日本在住のイスラム教徒17人が起こした訴訟に対するものと。訴訟のきっかけは2008年7月の洞爺湖サミットのテロ防止のため、警視庁公安部は都内のモスクに出入り
出入りするイスラム教徒の情報を密かに収集していたこと。10年、今回訴訟を起こした17人を含むイスラム教徒の顔写真、住所、交友関係を記載した記録が警視庁からネット上に流出、個人情報を収集した捜査は違法だと17人は訴え、原告弁護団も問題の本質はイスラム教徒を狙い撃ちしていることと批判していた。ところが最高裁は捜査は違法ではない、テロの危険を踏まえるとやむを得ないと訴えを棄却したと。でね、その判決に対してアルジャジーラは最高裁イスラム教徒の監視にゴーサイン、インディペンダントは日本の最高裁判所イスラム教徒への無差別監視を是認というタイトルで伝えたのだと。イスラム教徒が記事を読んだら日本の警察も裁判所もイスラム教徒をテロリスト扱いにしていると激怒しておかしくないと。ジャーナリストのシバレー氏が言うと。最高裁判決を伝えたアルジャジーラの記事がテロの実行犯が日本人7人を殺害した動機になったかどうかは分かりません。でもアルジャジーラは多くのイスラム教徒が見ていて日本に対して悪感情を抱いたのは確かでしょうと。この先日本人がテロの標的になる可能性は強まったと思いますけれど、日本の最高裁というのは本当にどうしようもないね。セガサミの経営者の同盟同姓の里見はじめ、あ、そうなんだ、シカゴさん、国民を米国から守る手段はなく電通は CIA 工作機関。竹原慎一氏の発言通り、誤認招致疑惑、電通は霞が関で、もうタブだと、田中隆作じゃなかった。衆参、三宅洋平は山太郎のプラスにとどまらず、2倍3倍、3倍の掛け算式に威力が増すキーマンと、起爆剤になりそうな期待が持てますと、衆参、そうですね。彼が最後の最後に登場したっていう、あのタイミングもいいんじゃないですかね。から3番目、新日国バングラデシュをテロに走らせた2人の戦犯と。これは安倍晋三と、それから JICA の新しい理事長、あの御用学者、あの誰だっけ、東大の北岡新一が JICA の理事長に収まってるんですよ。お友達人事。これ、まあ、日韓連盟ですね。新日国、バングラデシュで新日国は、なんですね。結局、昨日でしたっけ、リテラの記事で、JICA が、莫大な経済援助、ODA を、バングラデシュ、自主に投じていた。ただ全てが日本企業がのところに利益が落ちるような仕組みになっている。だから搾取的な経済援助ということで、バングラデシュの国民に対しては反感を持たれるのは当然だというふうに言ってますね。だから4番目、バングラ襲撃 IS 関与否定の政府見解に反論、専門家だと。バングラデシュの政府は絶対認めたくないんですよね。 IS が直接関与してたということを。 IS は関与できてないと。バングラデシュ独自のイスラム過激化がやったんだということをずっと繰り返して言ってるんですけど、これは嘘だろうということですね。で、主犯の5人が記念写真に写ってる、あれがネットで、見れますけど、背後にはイスラム国のあの黒い旗が背後に掲げられてるんですよね。だからまさにこれはイスラム国が主導したテロですよ。できるだけ残酷に殺せということで、ピストルとか銃を使わないで巨大ななんかナイフで首を切ったり、ナイフで切り刻んだという、まさに IS、イスラム国がイラクとかシリアでやってるようなことを、バングラデシュでもやらせたということでしょう。恐怖を煽るということですね。
今日の重要情報、民主主義と平和を捨て去る会見を目論む安倍晋三を支持するマスコミに操られる国民を待つ地獄ですよ。桜井ジャーナルさん、まさに地獄です。戦前以上の地獄が待っている。こういうことですね。これですね。シカゴさん、さっきのあれですね、日韓連帯の日本の最高裁判決です。そうでしょうね。最高裁判決と安倍および北岡、この3人でしょうね、主犯はね。だから今日の注目情報、安倍政権の運用方針のせいで5兆円の年金損失が判明。ところが安倍は Facebook で損失はデマだと応じている。こいつは息を吐くたびに嘘を言う。リテラですね、これね。わざわざ Facebook で GPIF っていうんですか、年金運用基金が前年度ですよね、14年度の決算で最終的に5兆円の損をしたというのは朝日新聞の記事でスクープされてるんですね。そして、今年の5月6月でも5兆円損していると。例の、イギリスの EU 離脱決定で、株が一気に1200円ぐらい下がったということで、当然ながら大損してるんですよね。ですから1年間で前年の1年前年2015年度っていうのは、あ、16年度か、1年間の16年度、2015年から今年の、2015年の4月から今年の3月までですね。その間に5兆円損してるんですよ、年金基金は。で、そのことを隠してるんですね。で、それを朝日新聞がスクープしてる。で、さらに、この前の、イギリスの離脱、国民投票の結果で、一気に1200円も下がったということで、5月、6月で合わせて5兆円、だから10兆円もさ、損してるんですよね。そのことを大手マスコミ知ってるけど、参議院選挙があるから言わないという、とんでもないんですね。ということです。今、68分12秒ですね。閲覧110名様、計301名様、コメント91件ということで、今日の放送はこれで終わりですね。明日金曜日、できるだけ7時半頃めどに、7時から7時半頃めどに放送開始しますので、またよろしければ、合流してください。たくさんのコメントと、それからコンティニューコインと、からお茶ですね、いただきましてありがとうございました。シュウさん、NHK 討論など最近の自民が言うのは、安倍政権になって5兆円の損失以上に利益を出していたと。5兆円違うよなって、完全に間違ってるんですよ。2016年度、2015年4月から2016年3月までの1年間の最終決算で GPIF が5兆円の損失なんですよ。だから部分的には儲かった、でも最終的に5兆円の損失を被っているということは事実だから、これも嘘なんですね。民主主義と平和を捨て去る関係をね、これ URL 訂正版、あ、URL 違いました、ということです、どうもお疲れ様でした。70分ですね、今午後9時27分ですね、お疲れ様でした、周平さん、ということで、周さん、ありがとうございました。ということで、
今日の放送はこれで終わりです。また明日ですね。またよろしくお願いします。